皆様、こんにちは。ヤスピロです。今日は平安時代の2回目ということで、国風文化と浄土振興を学習していきましょう。今日は文化の話ということで、えー、本当はあまりこういうことを言うの好きではないんですけど、文化についてはよく出る作品名と作者の名前さえ覚えれば点数が取れます。逆に言うと、 それをね、覚えないと絶対に点数は取れないという部分になるので、まああんまりこういうこと言うのはあんま好きじゃないんですけど、暗記がね、かなり大事な部分になってくるので、覚えるべきところは覚えてね、帰ってみてください。はい、ということで、国風文化行きましょう。国風文化とは、石関政治の頃に栄えた貴族を中心とした日本の風土や生活にあった 独自のの文化のことを言います摂関、えー、政治前回学習したばかりです藤原道長という人物が天皇がちっちゃい時は摂政として天皇が大人になったあとは関白として代わりに政治を行うつまり結局のところずーっとね天皇の代わりに政治を行うそれが摂関政治と言いました。 で、大体石関政治っていうのは、1000年前後くらいってね、イメージを持ってくれればいいので、国風文化もね、大体0 0年前後くらいの話になります。あともう一個、ちょっと意識してほしいのは、奈良時代の天平文化。覚えてますかえー、誰天皇の時に栄えた文化ですか奈良時代の天平文化は、 えー、聖武天皇の時ね、仏教大好きまんこと聖武天皇の時に栄えた文化で、こっちの特徴は国際色豊かな文化ということでした。なぜなら、剣唐使の影響が大きかったから。では一方、平安時代に入って、そのさ、剣唐使ってどうなったんだっけ前回やりました。剣唐使は、 白紙に戻す遣唐使ということで、廃止になってるんだよね。菅原道真の提案で廃止になっていました。なので、まあそういうこともあり、奈良時代の天平文化は国際色豊かっていう特徴があったのに対し、平安時代の国風文化は、えー、日本独自のって感じのね、えー、国際色っていうよりは日本独自の文化っていうのが栄えたので、 ちょっと比較しててて覚えてみてくださいでは国風文化で出やすい作品と作者の名前いきます。ぽよんと。まず文学作品ということで平安時代に金文字が生まれているので覚えてください。金文字が生まれ文学が発展する。ということで紫式部の源氏物語。 聖少納言の枕の宗詩というとても有名な文学作品が生まれることになりました。えー、紫式部の源氏物語は、えっとね、恋愛小説ですね。恋愛小説ということで、光源氏って人がね、なんかいろんな女に手を出しまくるという、かなりドロドロの恋愛小説になってます。で、一方、聖少納言の枕の宗詩は、 随筆ということで、随筆はね、今の言葉で言うと、エッセイかな。自分の思いをつらつらと述べていくというか、書いていく。まあ、ポエムみたいな、ちょっと違うかな。まあ、そういう感じのイメージでいいです。あと、ちょっと余談なんだけど、紫式部と清少納言ってとっても有名人だよね。名前聞いたことあると思うんだけど、 じゃあ一体この人たちってもともとどういうポジションっていうかなもともと何の人なのっていうと今の言葉で言うとこの二人は家庭教師ですね。しかもスーパー家庭教師です。誰の家庭教師をやっていたのかというと藤原道長の娘とかね、そういう人、偉い人の娘とかの、娘とかのっていうか娘だね。偉い人の娘の 家庭教師をしていました。なぜかわかるなぜかというと、例えば藤原の道長ってさ、娘を天皇の奥さんにして子供が生まれますと。で、その子供の摂政として代わりに政治を行うってことをやってたんだよね。摂関政治です。なんで、娘を天皇と結婚させないといけない。ということはもちろん娘はスーパーエリートじゃないといけない。 だからこういう紫式部とか、聖書納言みたいなスーパー家庭教師に育ててもらっていたということになります。で、もう一個、古今和歌集。これは平安時代の歌集、和歌をいっぱい集めた本になるので、しっかり覚えてください。あと、その他でこんくらい覚えれば完璧かな。神殿造りというのが、えー、この時代の貴族の住宅、家のね、 作り方の名前のことを言うので、これはこのまま覚えちゃってください。あと、マト絵っていうのがこの時代に生まれた絵のことで、まあ日本独自の感じのね、絵のことを言います。なんかあの、うさぎとかカエルとかの絵が描いてある鳥獣ギガってやつが有名なんだけど、まあ結構もうすでにね、漫画っぽいというかアニメチックなところがあって、日本人ってね、こういう平安時代から そういうイラストというか、そういう絵が得意だったんだなっていうのがなんとなくわかる作品となっています。はい。では次、浄土信仰です。まず、浄土信仰が生まれた背景としては、釈迦の死から2000年が経つと仏教の力がなくなると当時考えられていました。釈迦というのは仏教の生みの親だったよね。仏教の生みの親。 釈迦が死んでから2000年が経つと仏教のパワーがなくなるということで、それがちょうど1052年に当たりました。平安時代の真ん中くらいかな。ということもあり、うん、ってことは、1052年になったら、世の中終わった、みたいなね。もう現実に救いはないんじゃっていう風になりました。なんで、現実に救いがないんなら、 死んだ後に救いを求めようということで、こうなります。阿弥陀仏っていうね、仏さんにすがって、死後に、これがポイントね。今生きている世の中じゃなくて、死んだ後に極楽浄土に生まれ変わることを願う浄土信仰ということで、えー、極楽浄土は、なんだろうね、天国とか、まあそういうイメージでいいんだけど、そんな感じで、今じゃなくて、 もう今はだってさ、現実世界は仏教のパワーなくなっちゃったわけだから、救われないんだよ。だったら死んだ後に救われようぜ。それが浄土信仰となるので、まあそんなにね、テストによく出る部分ではないんですけど、だいたいこういうイメージで掴んでもらえればいいです。で、浄土信仰に関しては、その言葉自体よりも、こっちの方がよくテスト出ます。 平等院法王堂っていうね、かっこいい名前の建物があって、こんな感じです。で、これがちょうど信仰の影響で作られたとされていて、こっちの方がむしろよくテストに出るので、しっかり覚えてください。漢字ね、かなり大変なんだけど、しっかり覚えること。あと、作った人。藤原の寄り道が作っているので、必ずセットで覚えましょう。藤原の寄り道って、 誰だったか覚えてるお父さんは誰お父さんは、摂関政治で、えー、絶頂大フィーバーしたね。藤原道長です。藤原道長の子供、藤原寄りみが、ちょうど信教、間違った。ごめんね。ちょうど信仰の影響で、平等院法務をうを立てたということになります。はい。えー、では、最後復習問題行きましょう。 平安時代、貴族の文化や生活に合わせた日本独自のということで、まさに今日これを学習していました。国風文化が花開きました。えー、次、平安時代、日本語の発音を表現しやすくしたなんちゃらが生まれ、文学が発展したということで、結構ですね、この日本語の発音を表現しやすくしたっていう、 えー、キーワード出やすいので、これがあったら金文字と反応できるようにしてください。次、なんちゃらが書いた長編小説なんちゃらや、ほにゃららが書いた随筆なんちゃらが有名であるということで、それぞれしっかりと覚えましょう。紫式部が小説、源氏物語、聖小納言が随筆、枕の草子となるので、それぞれね、ごっちゃごっちゃにしないようにしてください。 最後です。11世紀半ば、死後に極楽浄土に生まれ変わることを願う、なんちゃら信仰が広まり、藤原の寄り道はなんちゃらを建てたということで、もう現実はね、仏教のパワーなくなって終わった状態だから、死んだ後に救われようぜって考え、これが浄土信仰。そして、それに影響されて藤原の寄り道が建てた、 えー、物の名前が平等院法王道となるので、しっかりと覚えてください。はい、えー、今日はここまでです。次回また平安時代の続きをやっていきます。次回はですね、いよいよ武士が登場するということになります。それではお疲れ様でした。